どうも、おはこんばんにちは、ホビドワです。ドラゴンズドグマオンラインプレイ再開していきたいと思います。今回も今回とてね、ちょっとボス戦なんだけど、今回この序盤はね、またキメラ戦なんだ。ただ今回はメインクエストのではなくて、通常に出てくるワールドクエストのキメラ戦となっているのでね、まあおさらいといった感じですかね。で、動画の16分過ぎぐらいから水路の大猿戦となっています。前にコメントしたドレッドウェイブのね、亜種ですかね、ブラッドオブモチの敵です。そっちはそっちで別で実況していきます。解説していきたいと思います。まあこいつは大体おさらいという感じ。前回はね、メインクエストで言ったからこちらでも言っておこう。あと前回言い忘れたことが何個かあったので、これもコメントしていきたいと思います。で、セオリー通りね、最初は尻尾にしがみついて攻撃させていただいて、あとここでね、ちょっと見てほしいんだけど、前回戦ったメインクエストのキメラより明らかにHP バーの減りが遅いんじゃないこいつ。で、レベル的には前回戦ったゴブリンイーターキメラと同じレベルなんだけれど、やはりこいつは普通のワールドクエストの敵だから若干 HP が高いようだね。ちなみに今尻尾にしがみついた状態で雷攻撃ね、打ってきたから飛んで逃げたけど、実は飛んで逃げる必要はないんだ。あそこにしがみついてるあのぐらいの高さだったらまずヒットしない。ただあれはね、癖で分かりますか、びっくりして飛んじゃったんだよ、しょうがないだろ。で、まあそういうことで飛んだんだけど、実はあそこにしがみついてる状態だったら当たらないので普通に見てください。ただ気をつけてほしいのは、しがみついた状態で攻撃をしてるじゃないですか、尻尾がちぎれてそのまま下に落ちた、やべえまだ魔法の発動中だということでビリビリになることがあります。気をつけてください、ここだけはね、危ないからね。で、今回あたりから確か自分が気づいたんだけど、前回にもコメントしていた尻尾を壊した後はヤギの頭のてっぺんにいれば魔法は当たらないぜってやつですね。実際当たらないのでやってみてください。ここら辺ね、体の周りぐるぐる回ってるけどね、ヤギの頭の上に行きたいのに行けないんだよ、ね、まあヤギの頭の上にいればとりあえず大丈夫なので、ぜひ試してみてください。あと空中に矢が刺さってんな、今このアフレコ実況やってる段階で気づいたけど、すげえ浮いてるよ矢が。まあしょうがない。さて、前回でコメントし忘れたことをもう一つ、コメントというかね、解説だね、解説し忘れたことを一つ。この自分の場合はファイターを使用して戦っているのですが、ファイターの場合だったら、このキメラがダウンした後であれば、もし育ち切っているのであれば、シールドバッシュというスキルを使って攻撃した方が有用かもしれません。あとは通常に強攻撃でも大丈夫。というか、現状、この動画を撮っている時点では、ファイターの攻撃として有用なのが、もう敵にもよるけど、あまりないんだよね。強攻撃ぐらいですかね。他もまあ状況によりけりといった感じですが、ダメージリソースとしては他のクラスにどうしても負けている部分があるので、そういうところで対応していきたいところですね。ファイターって現状はね、役回り的にはシールドも持っているし、揺さぶるのがうまいキャラっていうイメージなのかな。こうギリギリまでしがみついていることができるんですよね、シールドを持っている形状。かといってシールドセージが敵にしがみついて揺さぶるわけにもいかないですからね。まあ場所にも、ね、時の場合にもよりますけどね、基本的にやらないっすよね。あとは個人的にファイターでやってて一番多かったのが、シールドセージさんが例えば引きつけている間に倒れた仲間を復活させるとかというのも多かったですかね。やはりそこら辺は役回り分担ですよね。ただ攻撃力的にはソーサラーには負けますし、当然ながらシーカーにも負ける感じ。ただシーカーさんよりは、うまいシーカーさんはでもどうなんだろうね、大体のシーカーよりは比較的敵にしがみついて揺さぶれる時間が長いと思うんですよね、ファイターは。まあ本当うまい人はもっとやれるんだろうけど、ホビドワではね、このぐらい限界かな。さて、今多分見れたと思うんですが、今サンダーみたいな攻撃、電撃の攻撃をヤギ頭に乗っている状態でヒットしませんでした。ここら辺で多分俺気づいたんだろうね、 あそこにいればヒットしないんだってなったんですね。気づけよ、4回以上戦ってるんだぞ、動画内でも3回目だぞこいつ、ようやく気づいたのかって話ですよね。さて、キメラ戦で解説することは大体ここら辺ですので、実況解説自体は
この動画の16分あたりから再開させていただきます。あれ16分16分じゃないや、多分15分ちょっと前ぐらいだ。さっきも16分って言われてたら違う、多分15分ぐらい尺を間違えた。さてそこまで引き続きイベラ戦をお楽しみください。
力が。この程度、何でもないわ。さて、ここから水路の大猿戦となる。なんか前に言った時、地下水路の大猿って言ってちょっと名前を間違えてきます。さて、こいつなんだけど、基本的にはドレッドエイプと同じ感じだ。弱点属性は炎、弱点部位は頭、破壊可能な部位は特になしですね。で、ファイターとしての立ち回り方としては、基本的には背中にしがみついてえぐり突きを頭に食らわせるのがベストですかね。ちなみにここおすすめ、ブラッドオブ化石におすすめって言ったんですけど、地下水路なあ、こいつの影響なんですね。こいつかなり倒しやすいんですよ。で、ドレッドエイプ系はスタミナを減らしやすいっていうのもあって、かなり早めに倒せるんですね。ただし注意してほしいのが、1人などで来る場合、スタミナを減らしにかかっても、こいつらスタミナを徐々に回復するんですね。なので安定してスタミナを減らせる自信がなかったら、ちょっと注意してほしいです。かなり倒しにくいっていうかね、スタミナを切れさせにくいんだよね。で、こいつこのバックドロップみたいな攻撃あるじゃないですか、後ろに飛ぶやつ、背中からね。しがみついている状態だったら気をつけてください。見てから、もうジャンプしたの見てからジャンプが、こちらも飛び抜いて避けることが全然簡単にできるので、落ち着いて対処してください。で、この下に落ちたら、しがみついて攻撃頭に食らわせ始めてもいいですし、さっきみたいにね、頭を狙って強攻撃でも大丈夫。こんな感じで全員でしがみつけば、見てください、このスタミナの減りを早すぎるぜ。こんな感じで、もう一つこの水路で戦う場合気をつけてほしいのが、こいつ頭を壁にめり込ませてしまうことがあるので、それだと弱点である頭にヒットができないんですね、攻撃の。なのでそこら辺気をつけてください。さて、もうそろそろ終わってしまう。こいつ本当に HP 低いな、早めに倒せてしまう。さて、最後までご視聴ありがとうございました。また次回でお会いしましょう。オビドワでした。大丈夫、すぐに癒すわ。